森京蔵は、日本の新聞記者、朝日新聞所属、兵庫県西宮市出身。父は、神戸市の外国商館に勤務し、兵庫県立第一神戸中学校に進学したが、在学中に父を失う。1930年、東京帝国大学法学部を卒業後、大阪朝日新聞社に入社。東京帝大在学中には、 帝大セツルメントの法律相談部で活動した。大阪朝日新聞への就職は母を養う必要からで社会運動を継続する友人に対して罪悪感を抱いており、大阪経済部に配属後は夜勤料を運動に看破していたという。しかし1934年に逮捕状が出た際に、その執行を差し止めた部長の和田忍から人間には得て増えてがある。 すべての人間が革命運動に走るのが正しいとは言えないと悟されて新聞社に残った。1937年ニューヨーク市局員となる。1940年に日独遺三国同盟が締結されるとアメリカとの戦争を不可避と見て妻を帰国させた。日米海戦後1942年に交換戦で帰国。その後の戦時中は 海軍報道範囲として東南アジアに駐在した。戦後は労働組合委員長を務め、1952年にヨーロッパ総局長、1964年には論説士官となる。1967年に定年退職、東京大学の社会情報研究所、新聞研究所の教育部非常勤講師を務めた。 ABCD 森共造ことばんく2021年7月25日閲覧。ABCDEF サミ賞1981ピアニッシモ179から 182ABCD ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典森共造ことばんく2021年7月25日閲覧。ありがとうございます。